釣り始めた1年ぐらい普通の河川で釣りしてるんですけど、流れが強すぎるときに、こういう攻略をしてるんですはい、メインフィールドは基本日本海側で、基本鈴木釣りで流れ速すぎて釣れないってことはないです。だから流れが速くて釣れないっていうのは鈴木の前にルアーが行ってないからですか。例えば速い流れでも速い流れの中を泳いでるわけじゃなくて、速い流れだからできる渦とか反転流とかの流れがぶつかって、そのゴミとかがフワーって止まってるぐらいのゾーンが必ずあるんですよ。で水面から見えるとは限らなくて下にあったり、でそういうところにドーンって鈴木がついてるので、その上に速い流れがあれば何引いてもいかないじゃないですか。そうするとそこにじゃあどう流すかって時に、めちゃくちゃ重いバイブレーションをドアップで投げて入れていくのも手かもしれないし、上からダウンでミノーで入れながら流していってっていうのも手かもしれないです。あの手この手でとにかく鈴木の前に持っていくっていう。でミノー引いててどんどん流れるんですけど、一瞬水に挟まれたりこう挟まれたりで止まるラインがあるんですよね。そういったとこについてる。そこで止めるとドンって出る時が多いですよね。基本ミノーとかバイブレーションですら何もしないと沈んでいきますけど、引けば引くだけ浮き上がるんですよ。ってことは流れなんか落ちると、あ、水がラインを持っていくじゃないですか。そうするともう潜らないんですよね。水が引っ張ってちゃうんで浮き上がるように引かれちゃうので、だから実は自分が持ってるより全然レンジ入ってないので、だからそういうとこ全部理解してラインが持ってかれないように流すとかってやっていくと、だからよく僕が言うのは根掛かりさせたいわけじゃないんですけど、ここで根掛かりさせてみっていう感じで、そうすると結構根掛かりさせられないんですよね、速い流れの中で。でもやってるうちに、あ、もしかしてこれぐらいの感じで投げてって言って、やっとそこに触ったかも。それで初めてじゃあそれをそこでやってごらんってなると、あ、この立ち位置じゃないみたいな感じで分かってきたんですよ。でまあ、分かりやすいのは例えば橋脚の真後ろは必ずよれて水が止まってる三角形あるじゃないですか。ああいうのは分かりやすいんですけど、下に岩1個あってもいいし、背が1個あっても必ずそういう部分が発生してるので、それを見つけるってことですよね。速い流れがあるからこそ鈴木集まってるんで、でも速い流れの中にいるわけじゃなくて、速い流れが作る流速差の中にいるので、それを探し出す。で上から見た時の横の流速差は分かりやすいんですけど、縦にいっぱいあるんで、こう流れてる時に岩が1個あったら当然この裏緩いじゃないですか。そういったものがないかなっていうのをこう一生懸命知恵使っていくと